新年第1回の例会になりますが、今日ちょっと去年からですね、経済の、大恐慌といわれるぐらい、大変な時代に突入しておるわけですけれども、こういうような時代にはますますですね、健康ということがね、大切なテーマじゃないかなと思いまして、今日は新潟から、そのテーマはがんって書いてありますけれども、健康の分野では、第一人者でいらっしゃる岡田先生をですね、お招きして、大変お役に立つお話に今日はなろうかと思います。今がどういう活動をされておるのか、未だにまだよく理解しておりませんので、設立9年ということだけは分かりましたが、今ご紹介をいろいろお聞きしておりまして、頼もしいお仲間がたくさんいましたけど、ホメオパシーは私よく知りませんので、ぜひ教えてください。ご専門家がたくさんいらっしゃるので、私のお話が役に立つか、どうですか。野口さんからのご指示で1時間ほどお話をして、あと、ディスカッションということでございます。眠くならないように早めに私のお話を切り上げまして、皆様方のご意見をぜひ拝聴してください。こんなタイトルつけるのは嫌だと言ったんですが、出版の方もいらっしゃるそうですが、こういうタイトルにしないと売れないからと無理やりにつけさせられたタイトルです。でもまあ中身を、その本の中身をよく表しているタイトルかなと思います。今日のお話もだいたいこれでご想像がつくようなところです。単なる健康話ではなくて、まず世間一般で言われていることの、情報の間違い、あるいはその間違いの見分け方のお勉強を兼ねて、前半いろんな話題をいただいて、後半ではどうすればいいかというお話で、まとめられればいいかなと思っています。副題がちょっと違うかもしれませんが、現在医学情報の嘘というところです。まず具体例、嘘の具体例から、これは今から7、8年前、新聞に載っていた記事なんですね。見ていらっしゃる方もいないと思うんですが、こういう見出しが新聞に載ってたんです。で、これ何を言ってるかと言いますと、コカ・コーラかペプシコーラかちょっと忘れたんですが、コーラがたくさん売れる月ほど風が少ない。そういうデータを持って、コーラは風邪予防に効くというその論文発表があったらしいんです。で、外国、アメリカのおそらくデータで、世界中に多分このニュースが配信されたんですね。で、日本でも、小さい記事だったんですよ、載ったら。で、それは文章だけだったんですが、その新聞記事をグラフにすると、多分こんなかな。私が勝手に作ったグラフです。横軸はコーラの、売り上げですね。単位は適当に。で、縦軸は風邪の患者さんの数ですね。コーラがよく売れてる月ほど風邪の患者さんが少ない。多分こんなデータを誰かが見つけたんでしょうね。それで、学会に発表したのか、面白半分だったのか、巧みな PR だったのか分かりませんが、とにかく世界中の新聞だったと。で、信じちゃった人が相当いたんだと思いますね。多分皆様方もこのグラフだけで今日私が帰りますと信じてしまうかもしれません。なんとなく昔からコーラというのはいろいろ薬草も入っているらしいという噂がありますから、そんなこともあるかなとつい思ってしまいますね。でもコーラが風邪に効くのであればタミフルもいりませんし、世話はないですね。コーラの売り上げと風邪の流行、縦軸横軸にグラフで見てもらいましたね。この両者が関
関係しているかいないか、こういう話です。で、グラフ一つまとめちゃうとわからないんですが、オーラって、あれは清涼飲料水ですから夏売れますね。夏、風少ないですね。なぜかというと、ウイルスが一般的に熱に弱いからです。ですから夏、風が少ない夏にコーラが売れるというのはその通りなんですが、だからといって両者に因果関係があるというのはあまりに言い過ぎですね。じゃあどういうことなのか、そこに共通する要因は気温なんじゃないでしょうか。暑い寒い、これによってどちらも影響されて、見かけ上、まあ、統計処理で相関があるかどうかを数字で表せるんですけど、非常に高い数字になっちゃうんですね。これを考えない人は両者の因果関係があると思っちゃうんです。よく考えるとこういうことが当然ありますから、この2つは直接の関係は何もないはずですよね。でこんな具合にコーラと風は、まあ、聞いただけで、あ、そうかなとちょっと考えれば分かるはずですが、実はこの類の落とし穴が医療にはたくさんあるんじゃないかな。たくさんあるどころか、ほとんどがそうかなという話なんです、今日の話は。